読者モデルのコンテストに出るんだって最近ずっと頑張ってたもんね。ちょっとだけお休みさせてあげよ。かりんちゃん、休日も全然じっとしてないから。夜だってエクササイズにウォーキングにって忙しいんだよ。ううん、そこはちゃんとしてる。シンデレラタイムに寝てなきゃ意味ないのよって。その代わりすごく早起きなの。最近私が起こしに行く前に起きてるんだよ。やだ、寝ちゃってた？もうこんな時間じゃない。君もエマもどうして起こしてくれなかったの？今日の分の練習こなせてないわ。時間内に全部できるかしら。休憩をなくせばいける。ほら、だからこそやりがいがあるんじゃない。そうもこうもないの。最初に私を熱くさせたのは君よ。だから私を信じなさい。